はい、お願いします。お願いします。この前、でも俺あんま人と連絡取んない人なんで、なんかで連絡取ったよね、この前。いつだっけ、なんかでなんか連絡取ったよね。DM とかじゃないですか、インスタの。なんだっけ、なんかでね、連絡したよね、パッとね。うん、うん。なんだっけ、あー、あれかな。ポンちゃんが日本戻ることになったみたいな。あ、そうだ、それ報告した時だ。だから半、うん、3、4ヶ月前です。どうですかね、でも、うん、なんか、うちらって競えないポジションなんですよ、キーパーって。要は、何かをしたから出れるっていうポジションじゃないんですよ。それ例えば、じゃあその日のゲーム形式の得点王が試合に出れます。その日のゲーム形式で失点少なかった方が出れますとか、なんかそういうものじゃやっぱないので、だから、僕普通にダンに、いや、もっとこうした方がいいんじゃないって話はするし、逆にダンにこういう時どういうとこ見てんのっていうのは聞くし、なんか本当に合宿中とか一緒にやってる時は、ダンのいいとこは、ダンのそのビルドアップのとことかは、もう本当に常に参考にさせてもらってるし、こう、お互いで高め合える関係性なのかなっていう気は僕は一方的にはしてます。僕も、その同じチームにいるときとか、一緒に練習しているときは常にこう、例えばゴンちゃんのこう、ステッピングがどういう感じかとか、どうやって、こうやって早く動くのかとか、自分との違いが何なのかとか、ステップとか、セービングとか、いろんな部分を見て学んでるし、そういうこう、刺激を与え合える、関係性であるべきだと思うし、代表のゴールキーパー同士っていうのは。で、仮に、どっちかが試合に出たら、サポートする側に、回るのも、やっぱチームスポーツである以上、絶対大事だし、まあ、純粋にそういう気持ちになるし、俺。なので、そのライバル視っていう気持ちよりも、常にこう何か学びを与えてくれる人っていう、僕はそういう認識っす。俺だって正直、ダンが試合出てるとき、俺本気でマジでいいプレーしてほしいっす。だってじゃあダンが、プレーしなくて、それで自分が出たって、それって要は下に下ろし合ってるだけだから、成長できないと思ってて、ダンがもうとんでもなくいいパフォーマンスしてくれたら、自分はそれよりもいいパフォーマンスしようと思って頑張れるから、やっぱそれがこう、競争っていうか、こう、本当に高め合う競争だと思うんで、だからやっぱり、こう、わかんないです。こう足の引っ張り合いしてる世の中も多分ね、世の中では多分あると思うんですけど、僕は、こう、やっぱそういうのは、自分にとって結果最後マイナスになるなって思うし、絶対にその、ダンがいいプレーしたらそれよりも自分がいいプレーできるようにっていう、その、そっちの方が、その、なんていうんですかね、緊張感。ダンこの前いいプレーしたから自分もそれよりいいプレーしなきゃとか、なんかそこはまあ、なんていうんですかね、力んじゃダメですけど、でもなんか、やっぱそこが、自分の中でやっぱモチベーションに僕は変わるので、やっぱそこは常に、こう持ち続けてはいますね。その時は、まだその、こういうのやりたいと思ってるんだよね。っていうか、多分やる方向で頑張るから、なんかあったら、本当手伝ってね。っていう風に言って、で、ダン自体も、自分でね、オンラインサロンっていう形で、そういうその、自分の媒体を持って、その日本のゴールキーパーを普及させようっていうところをやっぱチャレンジしていて、で、僕は僕でもっとその、個人ではちょっとパワーが足りなかったんで、みんなの力を借りてっていうので、まあ、ダンも選手会には所属してる選手なので、ちょっと手伝ってっていう感じで言ったんで、だから、もう完全にお願いします状態です、こちらでしたら。ありがとうございます、出ていただいて。いや。俺こそ、完全にパワーない状態でオンラインサロン始めちゃって、で、この 1GK の話聞いて、ようやくその普及活動が本当に始まるんだな、みたいな。そのキーパー全体に対して、日本のキーパーに対して、ね、なんか自分が何も普及とか一切できてない感じがあったから。
で、実際始まってみたら、ツイッターとかも、かなり面白いし、1GK の、結構いいねとかさせてもらってるんですけど、結構、はい、見てる人面白いと思います、この活動。まあ、なんか前から言われてたように、なんか、まあ、ヨーロッパと日本で比べて、やっぱそのキーパーに対しての憧れとか、その、キーパーに対しての熱量がちょっとヨーロッパより劣ってるんかなっていうのを、まあ実際行ってみても、少し感じたし、そういう部分を、少しでも盛り上げていける手助けを少しでもできればいいかなと思って、始めてみました。よく聞くのは、まあ、やっぱり、ドイツ、こう、聞いた話でしかちょっと伝えられないのは、あれなんですけど、どこやりたいって言った時に、子供たちが、こう、キーパーやりたい人、つって、こう、みんな、大体が手を挙げるみたいなのは、聞いたことありますね、ドイツでは。ベルギーも、子供たちから、結構、リスペクトを感じるというか、こう、名前、あ、シュミッターみたいな感じで、結構、言われるんですよね。日本にいる時より、なんかキーパーが好きっていう感じがするし、子供たちの練習とか見てても、こうフィールドプレイヤーいるんですけど、ほんと小さい小学校2、3年生の子は、こうシュートレンやりながら、こう全員がキーパーも経験してからこう回すんですよ。全員がキーパーもやって、シューター入って、みたいな。なんかそういうの見せても、こうキーパーへのこう、キーパーを理解しようとか、その、キーパーを経験することの大切さとか、そういう部分は、指導の段階で、こう、少し浸透してるのかなっていうのは感じました。本当、国によって違う、バラバラなのかなっていうのは結構正直思ってて、多分、まあ、ダンも行ってみてすごい感じると思うけど、やっぱ日本人はやっぱ日本と海外っていう、その二つの分け方はやっぱ下があるけど、やっぱ僕は、ポルトガルとオーストリアっていう二つの国、まあ、日本で言ったら3つの国経験してみて、やっぱ本当それぞれで全然その、キーパーっていうものに対する捉え方が違うなっていうのは本当に感じてて。で、まあ、さっき段階したのドイツも、僕はオーストリアに行った時はまあドイツ語圏だったし、その割とドイツの影響を受けてた国だったので、やっぱそこはやっぱキーパーを希望してる子はすごいやっぱ多かったなっていうのは感じました。で、逆にポルトガルに関しては、ゴールを守ることよりも試合に関わることをよりこう重視されるようなスタイルの中でのゴールキーパーの立ち位置っていうのはポルトガルはすごい、大事だなっていうのは感じましたし、まあ、ただ、まあ、根本的に日本と違うなって思ったのは多分年間のそのベストセーブとかその年間のベストゴールキーパーとかっていうところのやっぱ表彰とか1週間の中のベストセーブとかなんかそういうの取り上げ方とかその新聞にそれに対する解説をなんか現地のそのジャーナリストの人が書いてるみたいな、やっぱそういうところは、やっぱ日本では見たことないよね、さすがに。でもやっぱり、そうですね。うん、やっぱヨーロッパだとゴールキーパーのプレーに対して、そのゴールと同じぐらい、やっぱフォーカスして、こう注目してみてくれてるなっていうのは感じますかね。でもなんかやっぱ求められるプレーはやっぱ違うよね、日本と海外で。そうですね。それはすごい感じるかな。まあそれチームが違えば当然違うんだけど、やっぱそもそものキーパーに対する考え方は結構違うかなっていうのはすごい感じです。なんかやっぱりその国のサッカーのスタイルとかにもすごいこう、まあ、ゴールキーパーがそのグラウンドの中でフィールドの中で11分の1でその1をどう使うかっていうところを、やっぱヨーロッパはよりこう、まあ明確化してるというか役割をっていうのはすごい感じてて、まあ、日本はやっぱどうしてもこう、監督もまあ、いろんな国から、ブラジル人だったり、スペイン人だったり、イタリア人だったり、いろんな監督が今日本でやってますけど、その日本人の監督にしてもいろんな国のそのエッセンスを得てやってる人が多いので、やっぱりそのいろんなスタイルがあって、まあ、それが僕 J リーグの面白さなのかなと思うんですけど、ポルトガルだとみんなもう、足元は大体、日本だったらもう相当な部類に入るぐらい上手い選手がやっぱ多くて、そのキックのところだったりとかって、やっぱそのブラジルとかの流れがあって、その11分の1がよりフィールドとして関わるところっていうのはすごい重要視されてるなっていうのを感じてて。で、まあ逆に僕がオーストラリアの時はまあもう4年5年前だからちょっと違うかもしれないですけど、そのボールを足で扱うってことよりもとにかくゴールを守ってくれと。もうクロスも出なくていいと。とにかくシュートに対して
反応してくれみたいなところのその役割、クロスはやっぱ大きい選手がセンターバックで多いんで、ゴールキーパーが手伸ばすよりも2メーター近い選手がセンターバックにいたりしたので、そこはもうディフェンスに任せていいから、そのとにかくディフェンスが競り負けたシュートを止めてくれみたいなところはすごい感じたので、そういうのもあの国とかそのチームのやり方もそうですけど、やっぱ そもそも国の中でのゴールキーパーっていうものの考え方がやっぱ違うのかなっていうのは感じました。ベルギーだと、まあ、やっぱり結局シュート決められたらそれを一番言われるし、だから本当にリスクを背負うより、リスク背負ってビルドアップするよりかは、まずシュートを失点をしないこと、そこを一番求められますね。まあでもそれは結局キーパーの多分本質というか、どのキーパーにも言えることかもしれないですけど、失点をしないのが一番大事っていうのは、まあ、でもよりなんかその色が強いとは思います。あんまりそんな感じはしないですね、僕は。ベルギーは、はい、なんか見てる点が違う気がする。なんかそのスーパーセーブって言われるものの定義がなんかちょっと違うのかなっていう気がする。あ、こうに日本だったらただ飛んで止めることがスーパーセーブ、うんうんうん、でもヨーロッパだとその、うん、そのシュートを防ぐの難しかったよね、それを防いだことがスーパーっていう風にやっぱ捉えられてる。シチュエーション含めて、そう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 、ですよね、はい、そう、すげえわかります。なんか時間帯とかも含めてだし、はい、もう難しいポジション移動が伴ったセーブだったりとか、なんかそういうのをちゃんと評価してくれるイメージは、うん、まあ、結果ゴールを防ぐっていう意味には変わんないんだけど、時間帯とか本当そうです。それはあれっすよね、こうなんかメディアも含めたそのキーパーへの理解の深さの差っすよね、うん、そのキャッチを評価できるかできないかとか、やっぱその報じてくれるというか、こうみんなに広げてくれるのはあのメディアの方なんで、それでそのあキーパー、このキーパーこういうセーブしたんだとか、やっぱ結局それを知るきっかけになるのは多分メディア通してなんで、そのメディアの方々がよりこう深い分析も込めもしながら広めてくれたら、なんかさらに理解は早く深まっていくのかなってちょっと思います。お願いします。僕デヘアス、オリンピックのスペイン戦のデヘアが東圭吾のシュートを止めたときは、人って空中に浮くんだなんかやっぱあこのレベルかって思いました。やっぱ世界のトップってこのレベルかって思いました、その時。これを自分もやっぱここを基準に見なきゃいけないんだなってのはすげえ思いました。でけえ、まずでかかった。ちょっと猫背だったけどでかかった。自分が対戦した中で多分一番実績あるのがシモン・ミニョレかなと思うんですけど、彼はもう彼もでかくて、身長は一応僕より小さいんですけど、もうどう見てもこう威圧感とオーラと、あと顔と全部でかいんですよ。で、なんか、あれっすね、自分を大きく見せるのがすげえ上手いのと、あとは、めちゃくちゃ落ち着いてますね。ビルドアップも結構上手くて、すごい関わっていくんですよね。ああ、やっぱなんか、そういうとこに行く人って、結構何でもできるのかなっていうのを感じましたね。それが、うん、それが多分分かってないから今、ベルギーで多分俺苦戦してるんですよね。どうやすこんちゃん。いや俺はなんかあんまり、うん、まあこれはこうやってヨーロッパも行って日本戻ってきてっていうのを俺は繰り返してて、やっぱりすごいシンプルに思うのは、多分4つで全部で80チームなんですね、多分マックス、まあ、18チームのところもあればあれですけど、まあ、大体80弱のチームしかない中で、要はじゃあ世界の4大っていうぐらいだから、世界のトップ80人のゴールキーパーがそこでプレーしてるだと思うんですね。で、僕の場合は、まあ、オーストリアで、じゃあ、1年プレーして、その先、じ
じゃあ自分がそのオーストリアの、まあ、2部ですけど、自分の中ではあのいいプレーできた実感もあって、まあ、その先未来がヨーロッパで開けていくだろうって思ったら何もなくて、それでそこで要は、まあ、需要がなかったんですよね。僕っていう存在を欲しがるチームがやっぱシンプルになかったの で、やっぱ戻ってくることになって、今回もあのじゃあプロデモネンセで2年プレーして、まあ、出てる時もありましたけど、でもやっぱ最後その、まあ、移籍をプロデモネンセからしたいって思った時にやっぱ結局それでいけるチームもなくて、やっぱり本当にいい選手だったら多分どこのクラブも日本人だろうと何人だろうとやっぱ欲しがると思うんですよね。やっぱそう考えた時にやっぱもう本当そこはシンプルに自分自身がその4大リーグで80人だったらトップ80、世界のトップ80に入ることがそもそもできないとそこにはいけないし、チャンピオンズリーグはじゃあベスト4に行くんだったらやっぱ世界のトップ4のゴールキーパーがやっぱそこに僕は立つっていう風な舞台だったと思うので、やっぱそこの部分は本当にもうシンプルにどん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 高めを目指してやっていくしかないのかなっていうのが僕の意見なんですけど、どうでしょうか。そうですね、シンプルにいいキーパーで、いいキーパーであることが最低条件というか、そう、そこにそうならない限りは欲しがられない。だからやっぱヨーロッパっていうのはやっぱそういうところだと思うし、弱肉強食じゃないけど、やっぱもういいやつがどんどん上に行ってダメなやつはどんどん落ちていくっていうところだから、やっぱもうそこはもういや、俺日本人だから難しいとか、いやもう年がとか、やっぱそうやって俺もいろんなね、自分が言い訳しようと思ったらできるけど、もうシンプルに自分の実力のなさで、じゃあヨーロッパでは需要がなかったから、やっぱ日本に戻ってくることになったっていうのは自分の中では理解はしてるし、だから逆にダンとかは、そこの場に今、なんていうんだろう、俺よりもその世界の四大リーグの近くにいると思うし、そこはすっげえ頑張ってほしいなと思ってんだよね。だから来シーズンは分かんない、シントロイルでやるのか分かんないけど、開幕15試合無失点で冬にマンチェスターユナイテッドあたりにデヘアとトレードで行くのが俺の希望です。それ実現したら面白いな。レアルだな。レアルでクルトワベルギー人。次帰りたいっつって。クルトワあれなんですよ。シントトレデンの隣の町出身だから、ちょっと地元帰りたいみたいな。そう帰りたいっつって。じゃあ誰かキーパーいねえか。シントトレデンすげえぞ。じゃあこいつ取ってみるか。っていうのがでもあり得る世界だからね。実際、まあ、そうですね。あり得る世界であります。